はい、速稼塾の久保でございます。2020年に入りまして、2月もそろそろ終わりですよね。どうですかね、今年が明けて景気がいいよって方はなかなかいらっしゃらないと思います。物を作っても売れないし、集客しても集まらないし、そもそもビジネスっていうのがうまくいくのかどうかすら怪しくなってきました。これから少子化でですね、ますます人が少なくなる、顧客が少なくなる、そしてお金がない人が世の中に溢れているんですよ。お金がない人が世の中に溢れている時に物を売ったからといって売れますかね。今ですね、生活必需品ですとか食料品ですら値切る時代ですよ。昨日も私スーパーに行きましたけども、一つね、20円の玉ねぎ、そして一つ20円の人参、これがね、やっぱり飛ぶように売れてるわけですよ。普段私が買ってるのは3つで198円の人参だったり、3個セット1ネットで198円の玉ねぎだったりするわけですけども、さすがに安いなと思いまして、私もね少し買ったんですけども、やっぱりね、お金がなくて食べるのにももう窮するわけですよ。食費をいくら削っても月に3万5万という、そういうふうなね、お金っていうのはひねり出せませんよね。でもビジネスをすれば今までは月に3万5万という副業っていうのはあったわけなんですよ。でもこれからは分かりません。各社の広告料もどんどん落ちてきてますし、アフィリエイトはなかなかうまくいかないと。 YouTube も参入障壁が高くなってきて、なかなかチャンネル登録1000人という壁は越えられないと。 YouTube が継続できないという方もいらっしゃるでしょう。そしてですね、自己アフィリエイトという方法と、それから転売ですよね。こういうのがネットビジネスの基本だったわけですけども、その一つ転売、メルカリだとか、アマゾンだとか、eBay とか、こういうのを駆使してね、やっぱりこう、利材を得る、そういうふうな仕事もあったわけなんですけども、もうそもそもね、払えるお金が多くの人にないわけですよ。ですから、今からはね、安くても買えないという状況になってきます。安くても買えないんですよ。まあ、ですんで、私たちがいくらね、ビジネスを展開したところで、日本人同士ではもう商売が成り立たないところまで来てるんではないかなと思うんですよね。で、大きな枠組みを見てみれば、新型コロナウイルス、武漢熱のおかげで、あらゆるイベントが中止になって、イベントが中止になれば、交通機関も使われなくなると。バスも収益が下がると。バスの収益が下がるということは、ガソリンも売れなくなると。保険も売れなくなると。いろんなことが、お金が、経済が回らなくなってくるわけですね。お金が移動する、人間が移動するからこそ、そこに経済が生まれるわけなんですけども、どん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 それが縮小してるわけですよ。ただでさえ、少子化の影響で、お金を使う人とかね、物を買う人、例えば車を買う人とか、家を買う人が減っているのにもかかわらず、さらにね、新型コロナウイルスの影響で、あらゆるところでお金が止まっていくっていう状況があります。それに対して政府も、決定的な対策が打てていないんですよ。なぜなら、景気は緩やかに回復しているというね、考えを維持しているというね、こんなトンチンカンなことを未だに言ってるんですよ。景気が緩やかに回復しているという宣言した以上、景気対策はできないということになりますね。こういうふうな感じになってるんですよ。だから早く政府はね、景気はもう圧倒的にやばいと、早く手を打たないといけないんだっていうふうな宣言をすることによって、景気対策が一番ですっていうふうにね、経済が一番ですっていうふうに、国民の生活が一番ですっていうふうに切り替えていかないといけないんですけども、それももう言えなくなってしまったってことなんですよ。自分で自分の首を絞めると言いますかね、私たちの首が一方的に絞まってるだけなんですけども、本当に大変なことになってきました。さあ、それでね、今日は私が何を言いたいかと言いますと、じゃあどうやってね、私たちは生きていけばいいのかってことですよ。5年後、10年後、どうなりますか？想像できますか？今ですらね、私と同じ年代の方、40代とか50代の方が、両親に対して何も恩返しができてないとか、経済的に不安で介護もできないっていう状態が起きてる時に、なんとかそれをやりきったとしても、今度は自分が介護を受ける年代とか、自分がもうね、働けない年代、借りようと思ってもお金も借りれないし、借りようと思っても家賃が払えないから、家も借りれない状態です。要するに、衣食住が完全にもう使えなくなってくる時代なんですよ。こういう不安、危機感感じられたことありますかね？ものすごい深刻ですよ、これ。現在、生活保護なりね、何かの補助で暮らしている方、それもなくなる可能性があります。どうしますかってことなんですよ。本当にね、経済的な貧者といいますかね、お金がない人っていうのは、そのまま心直行したりすることもあるわけですよ。まあ、心直行するところまで言わなくても、本来でしたらね、家庭を持って迎えるべきだった子供、そういうのの権利すら奪われて、自分の子供にも会えないとかね、本来だったら自分の両親を豊かな老後を送らせてあげて、本当に温かく見送ってあげたい、それもできないと。もうまさにね、瀕死の親から、寝たきりの親からお金をむしり取らないといけないような状態とか、財産をもらうこと、親が死んで遺産をね、なんとか自分の借金の穴埋めにすることを期待するような時代になってきてるわけですよ。恐ろしくないですか、こんなのは。で、私がね、今日何をしましょうっていうかと言いますと、もうタイトルにもあった通り、これはね、私は FX に、逃げ道があるんではないかなと思ってるんですよ。 FX っていうのは、どんなに不況であろうと、どんなに景気が良かろうと、必ず取引ってのは行われてるんですよ、上下にね。
その感激をついて下がれば下がったで儲けられる、上がれば上がったで儲けられるってことが起きるのがこのトレードなんですよ。そのトレードの中で一番の基礎となるのが FX だと思っております。そして私はね、3年間この FX っていうのを毎日コツコツやっていきながら、そして毎日相場解説をしながら、なんとか今は FX で自分の生活資金のね、基本的なものは得れるようになりました。最初はね、2017年やった時は1回も勝てたことがなかったです。それこそトレードを1回につき10円みたいな10円ベットをずっと繰り返していって、なんとか FX のね、証拠金を維持したような状態ですけども、現在は FX のドル円、こちらの相場の方に、私はドル円1本なんですけども、月末に、決済した金額で口座に100万円だけ残して、そして月末に150万円にそれを目指していくってことを繰り返して、ね、やっていけるようになりました。大きく見て50万円の利益を毎月抜いていけるわけなんですよ。まあこれ税金がかかりますので実際ね半分ぐらいになりますけども、この FX っていうのはまさにね、出勤もいらない、閉じこもっていればいいと。で、自分の大丈夫な時間に設定してその時間だけ取引すればいいということにもなります。もちろん、FX を始めた初日からそうなるとは言いませんよ。ずっと修行はいります。ただ FX を1回手に入れると、 FX の市場って要するに昔から同じ理論理屈で動いていて、新しい理論理屈が入ってこないんですよ。ここにミソがあるんですよ。商売っていうのは法律が変わればできなくなっちゃったり、お客さんの数が減ればできなくなっちゃったりするんですけども、どうですかね、 FX の世界、ドル円っていう世界ですよ。日本人の人口と大きくいて、アメリカ人の人口、ドルを使ってる人口、これがなくならない限りは同じ理論理屈でずっと稼いでいけるんで、今培った力っていうのは永遠に使えるわけですよ。で、そういうふうにして私はね、FX ってものに希望を見出して今までやってきたわけなんですけども、まあ一つのね、着地点を設けました。これからですね、私の相場解説によって同じように FX の力がつく人、FX によって、希望が見えるんじゃないかなっていうふうなね、そんな人に対して何かね、分かりやすく配信していきたいなと思っております。今ね、就職活動されている方もいると思いますし、確定申告をされている方もいると思いますし、本当に難しい人間関係の中に、仕事とかね、収入源を見出している方もいると思います。メルカリやアマゾンのアカウントが停止されるんじゃないかなと、ドキドキしながらやってる方もいると思いますけども、その全て復職するために私は FX をすることを強くお勧めしますね。 FX 一本でもうね、何も悩むことがありません。で、こちらの方、決算も会計もすごくシンプルでやりやすいです。しかもですね、まあ証券会社にもよりますけども、日本の証券会社を使えばこれはですね、 20% の税率なんですよ、ね、この投資による税率が最も低いと。はっきり言ってね、お店をやっていて、飲食店をやっていて、出た利益の半分を持ってかれるような、こんなね、非効率的なことに毎日自分のね、貴重な時間、人生を12時間16時間と毎日使うよりも、それ FX で綺麗にさっぱりとやった方が、私はね、人生が結局は取り戻せるんじゃないかなと思います。もちろん難しいことは多いと思います。ただ FX でやることっていうのはすごくシンプルです。難しいんですけどシンプルです。まず一つ目は FX の基礎用語、投資の基本用語を覚えていきましょう。これは別にパソコンがなくてもできます。ブックオフで100円の本を買ってくれば全て書いてあります。それを暗記するほど読んで、その次なんですよ、アカウントを作って実際のチャートを見ていくの。実際のチャートを見ていくと、暗記したことが山のように出てます。その暗記したことが山のように出てくるところに自分の記憶を重ね合わせてですね、確かにブックオフで書いてあった二点天井っていうのはここに出てるなとかね、三尊っていうのはここにあるなっていうのを見つければその通りにエントリーするだけなんですよ。そうすると勝率はぐんぐん高まります。最後になりますけども、 FX のシンプルさっていうのはどこにあるかっていうと、 FX っていうのはね、上がるか下がるかしかないんですよ。だから適当にやっても2分の1なんですよ。適当にやっても損はしないんですよ。でも適当にやると得もしない。ずっと資金が同じなんですよね。で、ちょっと勉強すると、この勝率を5分5分から6分4分にすることができるんですよ。6分4分ということは、6割勝って4割負けるってことです。確かに4割負けるってのは大きいです。ただ、6割勝つんで、この差額の2割で生活費は賄えていけるってことなんですよ。生活費が FX で賄えていくと、ものすごくたくさんの時間と、人間関係から解放されたストレスのなさっていうね、ものすごくね、楽しく生きていけるんですよ。その中で、じゃあもうちょっと FX を頑張って、7対3の勝率にしようかなっていうふうに思えば、そちらの方に向かっていけばいいと思いますし、いや、6対4でとりあえず暮らしていけるんで、今は介護優先だ、今は子育て優先だ、今は自分のレジャー優先だというふうにしていけば、自分の生活パターンっていうのを作っていけるんではないかなと思うんですよね。私はそういうふうに目指して、この FX をずっと続けてきました。皆さんはね、今から何を始めるでしょうか。そしてそれは将来があることでしょうか。一つ一つ積み上げたものが、いつかね、一気にご破産になってしまうようなものではないでしょうか。はっきり言って、一つの会社に勤めていても、その会社や業界がなくなれば、全部パーです。外に行っても何にもできません。他の業界に行って、そこからまた一からスタートなんですよ。一からスタートするときにはもうすでにね、多くの猛者がいる状態です。とても勝てないと思います。
でも FX は一回入ってしまえば永遠にそこにいることができます。もう新しくね、理論理屈が生まれてこない。自分の今まで培ったものがパーにならない。これがね、本当に積み上げる FX の強さだと思うんですけどね。皆さんいかがお感じでしょうか。それでは本日は以上です。